おはようございます。おはようございます。今日はどこですか？群馬県みなかみ高原ゴルフクラブです。コースです。コースです。群馬県みなかみ高原ゴルフコース。イエーイ。お久しぶりです。約1年ぶりなんですけど、みゆごめんね。今回はね、リベンジじゃないんですよ。いじけてるふりしてっけど喜んでるよね。バレてる。はい、あの、スカイコースの、はい。まあ、確か90近く叩いてたかな。あの、高速グリーンにやられたリベンジは、また、今から多分2ヶ月後ぐらいかなに来ます。はい。はい。なんで今日はちょっと初めてなんですけど、みなかみ高原ゴルフコースさんのフォレストコースを回ってみたいと思います。ます。で、はい。今日はみゆ、なんかいいことあったんだよね。そう。説明してください。今日、クラブ初打ちです。初打ち？初ラウンド。初打ちラウンド。楽しみ。人生初めて。自分で車買った。大きかった。一気に10倍ぐらいの値段だったけど。クラブを買った。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。なんでクラブ買えたの？球上がらなくて、で、グリーンキャリーしても止まらない。うんうん。高さが足りないのと、スピンも少ないのと。そう。うん。で、まあそれは多分サムネに。クラブはね、上がってると思うんですけど。ドスンって。はい。スペックはまあ、じゃあ今こちらに、こうやって。じゃじゃじゃん。スペックは今出してると思いますので。待ってね。下作るから。はい、まあ、アイアンが同じシャフトなんですけど、S から R に変更して、ハイブリッドが07にしました。まあ、同じようなグラムだったらね、スチールの方がしなるんで、特にこの07は先上司の、スチールとはいえ先上司のクラブなんで、はい、高さがちゃんと上がってくれると思います。はい。ということで今日はそれらの、計7本かな ?789P5678、5654か。7本を駆使して、ラウンドしていきたいと思います。はい。はい。さあ、ミューは成果を出せるのかってことで。出せる出せる。まあ多分、ね、そのシーンが来たらまた言いますけども、もし初打ちでボギーとか叩くようなことがあったらね、そのクラブいらないってことになっちゃいますんで、ミューはちゃんとそのクラブを死守してくださいね。頑張ります。だってね、ボギー叩くようだったら変えた意味がないからね。いや、そんなことない。だって練習してないもんね。言い訳がすごいな。大事だな。先の保険がけがすごいな。はい、ということで早速やっていきまーす。お願いします。お願いします。去るの方が早いな。ごめんね、リベンジじゃなくて。え、全然大丈夫だよ。リベンジはまた秋に来るから。え、やだ。オープニングで伝えた通り。やだじゃないよ。お前、前回90ぐらい叩かなかったって言ったっけ始まったよ、ラップ。90ぐらい叩かなかったっけ ?90? ミオを撃つからさ。90ぐらい叩かなかったっけねえ、あの池ってさ、うん、絡むの？絡む。がっつり絡む。バンカーは絡まない。じゃあ、お願いします。お願いします。よいしょ。はい。やばい、ブランブランする。バンカーは絡まないって言ったから、安全にバンカーフォーク打ってったね。しかもめっちゃ飛んでない。ギリギリや。飛んでないのかな？どうなんだろう？わかんない。白っていいから吹き流しで220って書いてあった気がする。いいよ、いや、おい。ミュー知らない。ミュー違う。常習犯なのは分かってるけどさ。ミューは違う。コース初打ちだで。ありがとうございます。コース初打ちでいきなり打たせていただきます。はい。ミュー、あのね、このね、滑りのせいでね、方向ね、わかんない。ダフったね。虫ピューンってなったの。ただそれ、お、前行け。お、乗った。ありがとう。はい。メツジと芝とやっといて。はい、やります。すいません。キャディさん、カートとクラブよろしく。はい。おめえじゃないよ。ママだ。お前運転できないだろ。フォレストはどうなんでしょう。目の方が強いのかな。
一応目も傾斜もスライスだけど。だからミュウやばいよ、順目でしょ。順目のしかもピンから下り。わかんない。強い。強いか。旗手。よー惜しい。なんでだよ。一発目からそういうのやめてくんない。調子いいな。調子いいな、今日。よくね、打ちすぎたよ、今。上りだったからよかったね。うん。ナイスパー。初めてだね。何がですか？最近にしては。あ、パー発進？そう。うんうんうん。まあ一番ってことを考えたら。ナイスパー。はい。ちょっとね、スタートホール前に土砂降り来ちゃったんで。土砂降りの雷ピーゴロピーゴロね。そう目の前に落ちたもんね。落ちてない。真後ろだったわ。うん。余裕？うん。ミュー練習しないんだよね。余裕。届いたばっかだからな。でも、しだしてそれが一番いいって言ったんだからね。そうだけど、いつの話だよ。うわちょっと右流れてます。短いし。短くはない。あら、ほんとだ。大丈夫だ。大きいかも。わかんない。あ、乗ってるかも。乗ってるよ。乗ってるよ。乗ってるかも。乗ってるよ。完全に乗ってたわ、今。ピンハイぐらいまで行ってるよ。何メートルぐらいだった？ 12。あった。そんな上行った？はい。逆目だよ。逆目、あ、逆目か。フクロウさんちゃんと探してね。頑張る。全然気にしてなかったわ、フクロウさん。打っていいっすか？はい。惜しい。惜しい。フォレストも結局グリーンむずいのか？むずいよ。むずい。ボギー、スリーパットしちゃった。いいじゃん、スリーパットなら。俺、スリーオンだぞ。みんなここ好きじゃない。なんか言えばいいでしょうね。見えないからね。見えないし、わかんないし。キー邪魔だし。全然無理だね。ミュウには最低だよね。しかも、ミュウはつま先上がりにティーアップ。で、こっちにやるしかないもん。突き抜け240だよ。240? うん。大丈夫。ミュウならいける。ね、まだアイアン見てないんだけど。距離がない。アイアンの距離がない。ナイスショー。お、いい具合に。いい具合にちょっとフェードしてる。オッケー。完璧。ね。何これ、ミュウ、フェード打ちたいって思ったらフェード打てるタイプ。やったじゃん。やった。反省だから。反省の人だね。大事大事。ピッチングの初打ちですか？はい。失敗したら売るね、じゃあ。失敗、売らない売らない。失敗したら戻そうぜ。逆に、最悪じゃん。じゃあ、意地でも成功するわ。はい。バーディー取って初めて成功だもんな。え、違うよ。え？グリーン乗ったらだよ。甘くない？洋芝だから。まあ、洋芝打ち上げ。グリーンがなんか平べったいんで。そうだよ。縦距離合わなかったら乗らないよ。グリーンの幅がすごい狭い。狭いの？横に広くて縦に短いから。オッケー。120。縦幅15しかありません。そんなに？うん。やば。120の P。やべ、乗んない。乗るよ。あ、乗らない。前行け。え、乗った乗ったセーフ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 なんでピッチングで打って砲台なの？砲台を走るの？あぶね。
ラッキー。おかしくね。マサル、あ、これが運ってやつだよ。めーちゃん3メートルです。ちょっと失敗だけど、バーディーならセーフだからな。そうだね。ちょっと失敗だけど。失敗じゃないよ。狙いだから。ナイスバーディー。ありがとうございます。募集されずに済んだじゃん。うん。マサルありがとう。T はね。風が4時から10時で来てますよ。だから、ほろってます。4時から。こうか。長くない？お前嘘ついた。8時から2時だった。8時？今俺逆向いてたから。8時から、こっちか。オッケーオッケー。やばい！どっち行った？右。そんな右行ってないっしょ。一応暫定打っときましょうか。はい。暫定球は大切だよ。はい。なのにまだ右。最後左向かなくてよかったかもね。ね。高速道路。あ、行ってる行ってる。高速道路行ってるじゃん。見えた？いいじゃん、いいじゃん。見えた、見えた。見えてない。見えてないって。見えてないか。ぬにちっちゃいあってなんて読むの？ぬにちっちゃいあってなんて読むの？見えてないって言ってたよ。にゃ。だと思う。そうやってバカにしやがって。にゃではなかったもんね。にゃだったよね。にゃって感じ。疲れちゃうよ、このペアルック。いいだろ？おい、キモキモ。ペアルック女と男。まとまってから喋る、うん。暫定球の場合、嘘でしょ？そう。さて、探しに行くぞ。行くぜ。3分間。よーい、スタート。と、あれが高速、あれじゃね？ん？あれあれがマサルかも。あっちにも同じような、ね、こっちは。ね、そんな飛んでなかったっけ？いや。でも多分これが忘れたよね。だね、多分。あ、これマサルだ。じゃあ、みはあっちだ。これ俺だから。あっちだってそっちにあんの？うん、なんか、らしきものあるよ。そんな後ろ行くの？うん、みはこれ。はい、セーフじゃん。うん。二人して右に。セーフだからいいじゃん。まあ、パワーファイブだしな。うん、どうしよう。ウッドで、葉っぱに捕まっていいように打つか。低くってこと？そう。とりあえずまずインポジションに戻すことを最優先として。そうだね。安全に行くなら左にちょこんだけど、そうするとサードが残りすぎるから。そう。で、あそこに見えてるのが、250の看板なんで。あそこと木の間でしょ？そっち行けば。ちょうどあの黄色いミュウの身長じゃ見えないか。特定マークがあんのよ。あ、そうなんだ。うん。250の看板のちょっと右かな。わかった。浮いたら終わるけどな。大丈夫。ダフればいい。浮きよりダフった方が。トップじゃないんだ。うん。普通ダフった方が浮くと思うけど。なんとなくだけど。いきます。はい。あ、そっちじゃない。そっち行っちゃうとまずいぞ。左らへん。なんか言ってる。あるーって言ってる。あるーか。167。167？ グリーン奥だもん。はーん。ピン奥だもん。ねえ、はーんって言っちゃった。ほえんって。ミューの中ではグリーンが動くらしい。そう。そんな感じ。167余裕。激しいね。激しい。山の途中。ちょっと右行った。右やばいよ。あったよ、バンカーに。ちゃんとガードバンカーがガードバンカーの役割果たしてんじゃん。ミュウのおかげだよ。どういうこと？
どういうこと？お前はここに入るんだぞって。ね、押ししといた。それをさ、ピンでやればいいんじゃないの？俺のアングルからだともっと右に見えたけど。そんなに？うん。16。いきます。はい。砂取りすぎですね。嘘？本当。砂耳に入ったんだが。マジ？でも、下ってるし。まあ、でもいいんだよ。バンカーは、砂取れればスピン入らないからランでるし、砂取れなかったらスピンが入って止まるから、トータルの距離はあんま変わらない。そうだね。だからプロゴルフはバンカーの方が楽だって言うんだよね。ねえ、霊気そこじゃないぞ。ん？霊気その向きじゃないぞ。こっち？それもそうだし、縦にかけてあげないと。そうだね。切れたし。しかもさ、目と違う方向に切れたよね。え、だから目とはあれだから。普通傾斜に切れるんだね。まっすぐぐらいかなと思ったら。目で言うとフックだったのか？そう。だから、まっすぐにしたら。でも傾斜は、俺がフックだったからスライスでしょ？うん。だから、まっすぐにしたんだって、方向性を。ああ、そしたら切れたのね。そう。暑くなってきた。うん。湿気がやばいね。出番かな。出番だね。湿気？吹き流しの向こうは不思議な国でした。マジか。ナイスショー。いや。捕まってない？あのね、ちょっとこうなってる。お、飛んでる飛んでる。どうなってるって言った？でも T が飛んでない。右にポンポンポンって。飛んでんの？高原だから？わかんない。139番。何番？9番。お、初打ち。失敗したら交換ですよ。なんでだよ、それだけ？ピッチは確保してあるから。でも本当の本当の初打ちは失敗してたよね。まあ。まあまあまあ。落ち着けて。137球。ボギったら没収だな。絶対嫌。ナイスショー。はい。球も上がってる。でかい。え、なんでだよ、お前。止まってる。高さ上がったんじゃない？上がったね。ちゃんと止まってるよ。距離は？伸びたの？高原ってことを考えると微妙。うざ。微妙っていうか、どっちと言っていいかわかんない。確かに。よし。行くぜ。ママ、尾根の途中にいるわ。尾根だよ。なんだって？尾根。尾根？尾根の途中にいるわ。うん。尾根だけどな。早いじゃねえかよ。でも止まったじゃん。まあ止まったけど。スカイは止まんないから。マジミュースライスに見えたけど。ミューからはスライスはないだろ。フックだろ。だってしかも返しなんだからライン見えてんでしょ。え、ストレート。じゃあストレートじゃないですかね。ブスイブスイ。癖すごくない？打ててない。ボギー？うん。ボギーってことは9番没収？うん。それともパター没収？あ、そうかもしれない。
対このブーンって入ってるよね。すっごい一人だけ暴風だよね。ノイズキャンセラーしといて。わかった。OK! 距離出ない。安排。いいよ、飛んでなくて。次7番あたり打ってくれないと。いや、7番が一番嫌なんだけど。募集？いや、募集とかじゃなくて。いや、ミュウには得意技があるから。転がし？そう。しかも、2段グリーンだから。あ、じゃあ手前の方がいいんだ。奥行っちゃうと厄介。じゃあ7番でいいや。あとは6遊で少し上げて止めるか。あ、無理無理。ミュウペア行くもんね。何ヤード ?158 ヤード。158。ボギって募集だよ。だよ、ボギー。9番に引き続き。ボギーない。あ、これ没収だわ。これは没収だな。没収。29ヤード。29、56。多分29ヤードぐらいだね。あ、まだ29だと思うな。30だった。29だよ。うん。30ヤードだった。多分ミュウちっちゃいから打ち上げになって。そうだね。ちっちゃいから。あ、そうなの。じゃあ28だった。ずるいぞ。よし、ミュウアプローチ大嫌い。なんつった？ミュウアプローチ大嫌い。その前なんつった？よし。おかしいだろ。なんで意気込んで大嫌いなの？行きます。はい。浮かせてきた。そっちから順目。やっぱラフだから。止まれ、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 止まれ。めっちゃ変えてないからな。そうだよ。出ちゃったら没収。あ、よし、ギリギリ。ギリ。危ねえ。8。よし、ミュウアプローチだっけ。